オカダン団子虫は、日本では単に、ダンゴムシともいい、人家周辺でよく見かける動物である。頭部には2体の触角が見られ、胸部には7体の不足があり、腹部は5節からなるが、上から見ればこれらの区別は難しく、灰色の、やや長めの小半径の体に見える。背面は丸く盛り上がり、覆面は平らで、刺激を受けると、覆面を内側に丸まり、ほぼ完全な休憩になる。 これがダンゴムシの名の由来である。この姿は敵に対する防御の姿勢と考えられ、アルマジロやイレコダニなどとの平行進化の例である。特に玉スデとはよく似ており、知識がない人には区別できないほどである。丘ダンゴムシは世界共通で人家周辺や庭先、畑などで見ることができる、石灰室の土壌を好む、主に落ち葉や雑草。 動物の死骸などを食べて育ち、飼育下では、船虫同様に魚肉なども非常に好む。木登りも得意であり、幅広い植物の葉をかじったり茎ごと切り落とす。基本的に硬い木質は食べないものの腐食を起こした柔らかい部分は食べる。また、カルシウムなどを補うために、コンクリートの表面も摂取する。ンゴムシは、もともと日本には生息していなかったが、明治時代に、 船の積み荷に乗ってやってきたという説が有力である。日本にはもともと、コシビロダンゴムシという土着のダンゴムシがいたが、コシビロダンゴムシは、オカダンゴムシより乾燥に弱く、森林でしか生きられないため、人家周辺は、オカダンゴムシが広まっていった。動物に迷路を通り抜けさせる実験を迷路実験という。普通は、多くの回数をこなして、学習をさせなければ成立せず、 脊椎動物以外では複雑な迷路を覚えられるものはほとんどないが迷路に入れられたオカダンゴムシが一発で通り抜けられることがある。実はオカダンゴムシには進行中に壁にぶつかると左へ、次は右へと交互に曲がっていく習性がある。この行動は交代性転向反応といい、左右に交互に曲がることで天敵から逃げられる確率を高めていると言われている。実験によると、 前に曲がった方向とは逆の方向へ曲がる確率は、全天候点からの距離 4cm で、約85%、距離 16cm で、初めて方向を選択する対象群との差がなくなる。従って、短い距離で交互に左右に曲がれば抜けられる迷路ならば、岡団子虫は、学習なしで通り抜けられるのである。ありがとうございます。